経験に基づいた推測や過剰設計に別れを告げましょう。オートデスクのジェネレーティブデザインテクノロジーはユーザー定義の実条件に基づいて最善の設計を生成します。インベンターのシェイプジェネレータでは当初から設計を最適化したり既存の設計を修正し完成度を上げることができます。例えば既存の設計の材料を減らしてアセンブリを軽量化し性能を向上する必要がある場合にはこのオブジェクトが所定の位置でどのように保持されどのくらいの重量が必要かなど日常の使用法を定義します。アセンブリや製造の都合で変更したくない領域があれば最適化の対象外にすることもできます。その後ターゲットの重量削減目標を特定しシェイプジェネレーターを使ってユーザーの入力と目的に基づいた最善の設計を生成します。生成された設計をテンプレートとしてインベンターのモデリングツールセットを使って更新することもできます。軽量化して性能を向上する、材料や運送費を抑える、古い設計を最適化する、新しい設計を効率よく開始するなどジェネレーティブデザインテクノロジーを活用してより多くの設計オプションを検討し最適な設計を素早く得ることができます。オートデスクのジェネレーティブデザインテクノロジーはものづくりの未来への道を開きます。